たける心を殺すことある。今回の動画は千葉県の株式会社ローレルさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。空を飛ぶ、街が飛ぶ、雲を突き抜け星になる、火を吹いて闇を裂き、スーパーシティが舞い踊る大江戸、大江戸が二人を抱いたまま大江戸、すいません、大江戸が空を飛ぶ、もしもし、うちがみ一番さんで、はいはい、あ、はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、じゃあ、2回目です。そうです、横浜のトークライブ来てくれますもんね。はい、2回目です。あ、普段は、はい、歌舞伎みたいな衣装というかメイクなんですよね。そうですね。白塗りして。今何歳なんですか、うちがみ一番さん。うちがみ一番は元禄3年ぐらいになったんですけど、はい、今日はこれなんで、62です。あ、62歳。はい。最近はどんな感じなんですか、活動としては。最近は、なんかコロナになっちゃって、はい、2年ぐらいは、あ、前までは120本以上ライブやってたんですけど、19年までです。2019年、はい。2019年まで年間に120本もライブやってたんですか。はい、3日に1回ぐらいやってました。どんなキャパップ、どんな規模で。いや、もう地方のちっちゃいとこから、はいはい、まあ、営業みたいなのも入れて、はい、127本やりましたよね、2019年。ちょっと、ちなみに、マスクは取れますか。マスク、はい。よかったら、メガネも。はい。本当に素顔でインタビュー受けるの初めてなんで。あ、そうなんですか。はい。で、メイクしないで来てくれって言われたから。そう、なんかね、覆面とかつけてると、うん、やっぱ表情が見えないので、はいはい、そう、何回かやってみて分かったんですよね。過去に行ったんですね。過去にそのなんか面白かった割にそんなにこう再生されなかったんですよ。なるほど。で、なんでかなっていくつか分析自分なりにしてみたんですけど、やっぱ表情が見えないっていうのはだいぶでかいなっていうか、はい、そうですね、そのマスクつけた時点で、うん、それも遮断されちゃうから。なるほど。それですみません、ちょっとメイクしない方が嬉しいですってお願いしたって感じで、ね、いや、でもほら33年目で初めてですね。だからデビューして、ごめんなさい、ちょっと世代的に全く知らないんですけど、それでも大丈夫ですかって言っていいって言ってくれるじゃないですか。イカ天世代ね、じゃないですよね。全くそう、イカ天って分かんないです。生まれた年ぐらいですね。87年生まれです。87年生まれ、はい、だからもうバンドブームがまず来たのが87年ですから、で、まあ、それが87年からだいたい92年ぐらいまで4、5年続いたのかな。そこに出てきたのが氏神一番さん。そう、まあ歌舞伎ロックスとか、はい、まずまあバンドブームがどうやって起きたかっていうと、まあ、3つあって、はい、ネットがないっていうのが大きかったんですけど、はい、まずライブハウスでやるしかなかったです、うん、なんかサブカルチャーのいろんな人が手っ取り早く何か表現しようとした時に、はい、ライブハウスが一番手っ取り早いんですよ。なるほどね。ちゃんとあるじゃないですか、機材もあるし、はい、なんかギター抱えていけばいいし、ボーカルなんか何も持たないといけるから、はい、まあ、まずインディーズブームっていうのが流行ったんですけど、まあ、それまではプロのチェッカーズとか CCB とか歌謡曲のバンドばっかり売れてて、まあ、最初に出てきたのは、まあ、拙者の中でブルーハーツが最初だと思うんですけど。拙者ってのがそう。あ、拙者、ごめんごめん。拙者、今日言っちゃダメだよ。ごめん。僕って言います。あ、でもどっちでもいいじゃん。拙者。これで拙者はないよ。あ、でも拙者でもいいですか。でもちなみにもう一個お願いするとしたら、はい、メガネも買ってもらったんですか、ちょっとその赤いのも。本当に、身ぐるみ剥がされる感じで。歌舞伎ロックスさんっていうのが、うん、今もやってるバンドなんですか。もうやってないんですか。今もやってますよ。だから、1990年デビューなんで、メジャーデビューで。だから、2020年が30周年だったんですけど。それメンバー変わらずずっと。メンバーは3人は変わって、ラツですね、2人ベースとドラマ変わってます。あ、でもじゃあちょっとちょこちょこ入れ替わりながら一応30周年迎えたのが、でツアーとかやろうとしたらこうコロナでできなくなって、ここ2年となってるんで、35周年ぐらいまではなんとか頑張ろうと思ってますけど。ちなみに氏神一番ってどういう意味なんですか。どういう意味。あ、本名が「あ」から始まる名字なんで、ずっと出席番号が一番だったんです。ほうほう。で、まあ、あだ名が一番だったんで、
氏神っていうのはイカ天に出た時に三宅裕司さんが俺お守りつけてたんですよ、ここに氏神って言ったもの、はあはあ、それで勝手に氏神ってなっちゃったんで、あ、うん、それ番組きっかけでその名前だったんですか。そうですね、もうだから当時イカ天ってすごいんですよ。だから深夜で3パー撮ってたんですよ。あ、夜も引っ張るみたいな感じですか、イメージ。ああ、 M1 を毎週やってる感じですね。おお、なるほどね。毎週10組の。そっか、それで勝ち抜き戦みたいな感じで。勝ち抜き戦ですね。で5週勝ち抜いたらグランドイカ天キングになって、とにかくバンドブームが、そこら中でバンドやってましたから、ホコ天とか。ちなみにごめんなさい、大体いつもなんかどこ出身でみたいな話から聞いてくるんですけど、はい、出身はどうなんですか。出身は京都です。あ、京都、江戸時代の京都って言ってますけど、うん、本当は大阪なんですけど。あ、大阪なんですか。大阪どこなんですか。大阪の今茨城市というところに実家があります。そこでじゃあ小中高と育って。そうですね、生まれたのは実際後からしたら僕親父と袋は鹿児島県なんで。あ、そうなんですか。で出生したのは鹿児島なんですけど、でも全然3ヶ月ぐらいでその大阪に家を、親父大工なんですけど、宮大工で、宮大工と、まあ、普通の家も建てたんですけど、だから木造建築だけをやる。すごいですね、宮大工って。なんかその釘とか使わないで家建てるみたいな。それ得意でしょ。だからうちの大阪の今の家も釘使ってないです。すごいですよねそれ。地区もう何十、40年以上経つかな。兄弟とかいるんですか。兄弟、妹が一人います。ほうほう。でその、いつからバンド始めるんですか。バンドを始めるのは、まあ、ちゃんと始めるのは高校生ぐらいですね。何きっかけで始めたんですか。ギターとかやってたんですか。まずね、歌手を目指してたんですよ、中2ぐらいに。14歳の時って、なんか男の子ってなんか急に目覚めたりするじゃないですか。ほうほう。誰に憧れてたんですか。その頃はやっぱり西城秀樹さんとかジュリー沢田研二さんですよね。そうか、西城秀樹さんよりは氏神一番さんは年下なんですね。当然下ですね。そっかそっか。西城秀樹さんと郷ひろみさんとか活躍したのは70年代ですから。あ、そうなんですか、うん、当時ね、いっぱいオーディションあったんですよ。スター誕生とか各局あったんですよ。あ、テレビでね。テレビで素人オーディション番組で、まあ、出るんだけど、いいとこまで行くんだけど優勝ができなくて、なぜだって考えたら、やっぱ個性がないって言われたんですよ。おうおうおう。歌はうまいけど個性がないって言われたんで、あんなことになっちゃったんです。あ、その歌舞伎みたいなメイクとか、ね、そうそうそう。なんかデビューする方法ないかなって考えたら、もうホコ天でやりだすのが、まあ大学もっと先だ、順番がめちゃくちゃあったな、うん、なかなかモヤモヤしてるんですけど、その前にアメリカにも行っちゃうんですよ。何しに何だろう、よくわかんないんだよあの辺ね。なんか自分探しを食べたことですか。え、自分探しを食べたこと。そうそうそう、そんなの今ダサいけど、その頃めちゃくちゃ自分探しの旅って流行ったんですよ。ポパイとかのなんだっけ、普通の人がいう雑誌みたいなんで特集組まれるんですよ、はい、自分探ししてる人が。そうそうそう。で海外行くしかねえなったら、やっぱアメリカだなとか。ほうほう。でアメリカに、まあちょっと先輩の見たリストがいたんで、その人を頼ってカリフォルニアに1年行くんですけど。なるほどね、うん、シャネルズが黒ずみ塗って、あ、向こうでなんかすごいツアーやったみたいに出てたんですけど、実はアメリカでは石投げられてたとかあって、黒人差別だっつって、ホームステイしてたジョージさんっていうおじさんが、お前らなんで黒人の真似してんだとか言われて、お前ら日本何千年っていう歴史があるじゃないか、お前ら京都だろ、京都を調べろとかめちゃくちゃ言われて、うん、でその人すごいんですよ。ドテラ来て白人なんだけど、雷門の提灯つけて家の中に、うん、でその人が、じゃあ君は帰ったら歌舞伎の格好してやりなさいみたいな。でいきなり歌舞伎の本を読み出して、こんな熊取りってこうやって書くのか。それで見よう見ないで書いて、それで、でもそれはアメリカじゃなくて日本でやったの。日本に帰ってきてから歩行者天国でやり始めた、ね、それが88年ぐらいです、ね、どこの歩行者天国ですか。原宿です。ああ、その原宿で歩行者天国やってて、うん、いつそのさっき言ってたイカ天っていう番組、そこで89年にイカ天始まるんですけど、はい、それって歩行天ですごいバンドが流行ってるって聞きつけたテレビ局の人が番組を作れた、うん、
入れ、深夜番組の三宅裕司さんの番組がテコ入れだと。それでとりあえず3ヶ月間バンドやれみたいに言われたみたいですよ。そしたらブレイクしちゃって、その番組が。その番組には歌舞伎ロックスさんはいつ出るんですか？もう初回から出るんですか？初回から出てないんです。やっぱり2月から始まったんですけど、89年の、はい、僕らが出たのは10月ですね。8ヶ月後に、ね。それなぜかというと、それまでは名古屋と東京の2局ネットだったんですね。それでもまあ話題にはなってたんですけど、10月になんと全国ネットになりましたっつって、まあそれ運が良かったんですけど、たまたま全国ネットの一発目に歌舞伎ロックス出してもらえたんで火がついたんじゃないですかね。あ、それ出た瞬間にそれ勝ち抜いたってことですか？歌舞伎ロックスさんは勝ち抜いてないですよ。負けたんですか？負けてもないです。だから勝ち抜いてるだけ負けてないってどういうことですか？その前にビギンが5周勝ち抜くんですよ。はいはい、5周勝ち抜いてグランドイカ天キングになる。はい、そうすると次の週はもう暫定いない空位なんですね。とりあえず優勝だから、なんつうの、まあボクシングでいうとだからなんと暫定チャンピオンで、ね、はいはい、で次の週に負けるんですよ。へえ。で次の週の次の日ぐらいに玉が出てきて、ほうほう、5周勝ち抜いちゃうんですけど、その狭間にいたんですよ。でもその一瞬の狭間だけどバカってブレイクしたんですか？インパクトだけすごくて TBS の番宣キャラクターとか CM とかバンバン来て、へえ、いきなり波が来たんです。だからまあ、で急に忙しくなるみたいな。そうなんです。だからそっからはもう毎日その歌舞伎の格好して、はい、バラエティーに呼ばれるんですか？それとも音楽番組に呼ばれるんですか？当時はやっぱりもうほぼ音楽番組もなくなってきてるんですよ。まずミュージックステーションくらいしかなくなっちゃって、ベスト10も終わって夜の下スタジオに4回ぐらい出たのかな。なるほどね。じゃあそれ以外はどんな活動だったんですか？それ以外はね、僕はバラエティに結構呼ばれました。あ、そうっすね。いじられるロッカーっていなかったんですよね、当時。33年前、怖い人がまず多いし、まず白塗りみたいな人いなかった。まあデーモン小暮さんだけいましたけど、白塗りじゃないって言ってますけど、他の人はほぼいないんですよね。それで呼ばれるようになりました。それってじゃあそのバンドとしては仕事なくなってきたけど、バラエティではずっと仕事あるみたいな状況になったりするんですか？そうですね。だそれはすごいラッキーだったですね。ちなみに事務所とかどうしたんですか？じゃあ最初入ったのが、まあ、筋肉少女隊とかゴーバンズとかいる事務所ですね。ほうほうほう。だバンドの事務所です。でだから芸能界とかあんまり疎いんですよ。社長もそんな芸能界です詳しくないんで、うん、自分から営業するようなことをマネージャーもしませんでしたから、はい、ちなみにそのめちゃくちゃこう忙しい時はもう結構稼げたんですか？あ、まずファーストアルバムがめちゃくちゃ売れたんですよ。ほうほうほう。オリコンでなんか1000万ぐらい入ってきたんですよ。曲作ってたんです、東京。ほうほうほう。見たね。それでその事務所もなんかよく分かる経理がずさんで潰れちゃうんですね。あ、そうなん、うん、ほぼバンドブーム 2、3年ぐらい持たなかったんじゃないですかね。ほうほうほう。で結局なんかバンドのせいにされてお前らが売れなかったからだとか俺らに言われて、ほうほう、社長バンドブームっていうブームが起こったんで俺もやろうみたいな海鮮山鮮のなんか不動産屋とか電気屋の社長とかわけのわかんない人入ってきちゃった。でそれで潰れちゃったんですか、結果的に？うん、事務所はね。それじゃあそのイカ天でそのバッてブレイクしてからどれぐらいで潰れちゃったんですか？何年で潰れたんだろう。なんか40億の売り上げがあって40億の借金を抱えて倒産って書いてありました。へえ。そのうちその歌舞伎ロックスさんなのか、うん、氏神一番さんの売り上げどれぐらいあったんですか？いや僕はそらはそんなに3番目ぐらいじゃないですか。一番あったのはやっぱり玉とか筋肉少女隊のコンサートのが入ってましたから。そういうことね。うん、あとレコード会社の当時まだ契約金っていうのがあって1億3000万ですよ、歌舞伎ロックス。素人ですよ。1億3000万で契約したんですか？そうなんですよ。すごい。それってなんかもうドラフト1位巨人みたいな感じなんですか？そうそうそう。それをでも俺たちはビビるじゃないですか、そんな時給でこんなもうね、30近くまでバイトしてた人がおいおい、ごめんなさい、イカ天の時何歳なんですか？もう29ですね。あ、29歳なんですね。はい、29歳まで何してたんですか？大学出てちゃんと社会人もコンピューター会社の下請けやって、
27ぐらいで辞めて何しようかなってやって、で結局もう一回やっぱ歌好きだっていうことでバンドもう一回やりたいっていうことで真剣に作ったのは歌舞伎ロックスだったんですけど、世間的にはあいつら際物だとか言われたんですね。はい、なるほどね。ごめんなさい、それで、1億何千万の契約金急にバンって29歳の時に言われて、はい、それ4人で分けるとか、僕らは1銭ももらってないです。レコード会社が事務所に払うんです。で僕らは育成金という名目で月々に割って最初だから8万円でした給料。はあ、なるほどね。1億契約しても8万円なんですね。でもそんなの知らないじゃないですか。まあそうか、テレビとか出ても結構貧乏暮らしだったんですか。そうですね、渋谷 の, あの東急本店 の, あの映画館の当時ポスターがあるじゃん、5つぐらい並んでる上に90メーターぐらいの俺がやってんすよ、こうやって CM キャラクター。あ、そう、 CM 出てて8万ってことですか。そう、知らないから。でもデビューして嬉しいんです。ただのバカなんです。それで、あの給料8万の俺があの、歩道橋の上から巨大な自分を見上げてるという。切ないですよ、でもその。切ないですね。なんか華やかに見られてるけど、8万円しかもらってないですもんね、月にね。なかったですね。90年代だから8万円で東京で暮らしたらきついっすよね。そうですね、だからちょっとずつ、まあ、すぐに上がっていったんですけど、あの最終的にはまあ25万ぐらいメンバー各自ね、まあ、あと衣装とかお前ら衣装に金かかるんだとか社長に言われて、あ、まあね、500万かかるんだとか知らないんだけど、そういうことすらも僕らは知らないし、勝手に作って金かかったんだとか言われるって。なるほどね。その事務所は何歳で契約をやめたんですか。いや、ね、潰れたんで解雇なんで、筋肉少女隊とかタマとか歌舞伎ロックス、ボーバンズ全員はい、解散。何歳で解散したんですか。バンドボームって多分93年には終わってますから、その辺じゃないですか。なんかサッカー部門来たんですよ、急に93年。あ、バンドブームの時サッカー部門なんですか。あ、 J リーグ、 J リーグが93年開幕で一気に人がそっち行っちゃったんです。へえ、バンドやる人なんかいなくなっちゃった。へえ、バンドのライバルサッカーだったんですね。あのバンドブームを終わらせたのは自分の中でサッカーだと思うんですよ。サッカーブームっていうか三浦和 J リーグブーム、北沢、多分日本人ってさ、ブームが来るとそっちにすぐになんか乗っかるじゃないですか。なんかまあね、なんか本中山1億そっち行くじゃないですか。まあね、一挙になんか下火になって、なるほどね、バンドやるやつ やりなくなりました。なるほどね、でそこからでどうするんですか。そのバンドブームでもなくて、で事務所もないってなった時にどうやって生きていくんですか。そこからちょっとだからあれなんです、地獄の 3,4 年あるんですけど。どういう地獄ですか。地獄っていうかもう、あの うつ病になるんですけど。あ、なるほどね、何もなくなっちゃった、もう短かったなみたいな。あ、だからお金も持ってないし、もちろん、まあ多少はあったけど、そのめちゃくちゃ売れてるわけじゃないです。お江戸ってカバー曲なんですよ。ほうほう、まあ、虹の都とか 2曲目からは書いてたのかけど、虹の都ドラゴンクエストとか主題歌になって、3曲目はあの勇気があればっていう剣遊伝説刃っていうあの青山剛昌さん の, ほうほう、今ヒットするコナンの前のやつやったんで、そういう印税は入ってきたんですけど、ほうほう、ギリギリですよね。そんなの、そのギリギリの中、じゃあもう今度は事務所とか契約せずフリーとしてバンドやってるんですか。そうですね、まあ、僕らは作られたバンドじゃないんで元に戻ってたんです。機材車1台でまた機材積み込んで、ね、回っていくっていう、ロードツアーをやりました。あ、 こういう話もできますみたい な, なんか1億騙されたみたいな。あ、暇になるんじゃないですか、94年ぐらいから。ほうほう、そうするとなんかもつ鍋屋やりませんかとか来るんですよね。名前貸しみたいな。そうそれで、名前貸しなんだけど、なんかちょっと預けてくれればうち全部やりますから、でナンパ払いますみたいな。ほうほう、あ、そう、じゃあいいよみたいな。軽く騙されちゃうんですよね。そう、結局どうだったんですか。だからその時は2000万ぐらい預けて、あの実際持つが届かないんで、まあ開店当日に閉店したっていう閉店ガラガラって開店、そういう開店早いっすね。早いっすね。ちょっともう花輪とか来て、あのなんかこうみんなさんフライデーさんとかみんなスポーツ新聞社来てんのにそれがすごいショックでした。それ2000万じゃないですか。そうですね。残りその後
また懲りずに、目黒にカフェバーを出すんですよ。それまた飲食店出すんですね。また来るんですよ、やっぱり。なんか変な社長みたいな人と知り合うんですよね、暇だから。ほうほうほう。それで、当時ね、なんだろうな、あれ、プールバーが流行ったんですよ。ほうほう。プールバーって何ですか？なんプールでお酒飲めるってこと？プールじゃないです、棒で作るんです。ビリヤード、ビリヤードまたプールバーって、プールバーって言うんですよ。そういう映画があって、それが流行ったんで、それをやろうっていうことになって、それはあんまり金なかったから1000万ぐらい。それはバイト店にあったのかな。バイトの店長が全部毎日抜いてたっていうことで。お金を？はい。だからツアーとか行ってるから。ああ、そっか。一応、活動してるんですもんね、タブロックスね。そうそう。で、ツアー、なんか地方に言うと、ジュンさん、大変です。なんか、無銭飲食ですなんつって。次の日もまた貸して。また無線中ですって何回もあるから、そんなに治安悪いのか、メグは。だって、怪しいなと思ったら、なんか変なドンペリとか変な高い酒いっぱい抜いてるんだけど、帳簿にはついてないから、2ヶ月後ぐらいに発覚したんですよ。ああ、その、ね、バイトテロでした。バイトにじゃあ1000万ぐらい持ってかれたと。1600万ぐらいですね。で、一番大きいのは、学校やりませんか。エンターテインメント学校。はあ、やったんですよ。これはもう5年ぐらい、2004年か。1000万預けると、月々10万とか返ってくるやつあったじゃないですか。延転みたいなやつ。はいはいはい。それですよ。最初はちゃんと入ってくるんですけど、はい、どんどん入ってこなくなって。それが最終的にはまあ、7000万ぐらい。で、トータルでまあ1億ぐらいですよね。逆にその1億損できるぐらい、うん、でも一応バンドで稼いでたってことなんですか？バイトは一切しないって決めてたんで、ほうほう、してから。それで来るものは拒まなかったですね。だから、氏神でやれることは何でもやったんです。そっか、でも。屋上のイベントとか、アイドルとのあれとか。でもそれで、1億ぐらい稼いでたってことなんですね。その一遍に1億じゃなくて、まあ、ちょこちょこ預けてたんですよね。で、最終的に、まあ、7000万ぐらいになった時に、リーマンショックが起きたんですよ。ほうほうほう。それで、なんか、まあ、返してもらわなきゃやべえって。なって、はあ、でその時はもう時すでに遅しで、最終的に社長自殺しちゃう。ただ70何億ぐらいだったんですよ。たかだか7000万ぐらいは下の方なんですよ。下の方なんです、はあ、で帰ってこないんです、ね、まあ、ただ借金はその時してなかったからよかったなと思って、全部なくなっただけなんです、うん、借金せずに自分の預貯金がどんどん削られてったってことなんですね、はい。それは、まあ、唯一の救いです。でも、そんななんか騙されたりとか、なんだかんだありながら、うん、一応ずっとその氏神一幡さん率いる歌舞伎ロックスさんの活動は、うんうん、メンバー2人変わりながらもずっとやってるわけですもんね。だからお店と違っていいのは、バンドってやりたいときにできるじゃないですか、うん。別に店舗構えてるわけじゃないから。まあ、そう、固定費がかかるんですね。そうですね。ちなみに、ご結婚とかはするんですか、その間。結婚は、今から4年前にしました。お、4年前にしてるんですか？ 58 歳で。え、それが初婚ですか？ 2回目です。あ、2回目。1回目はそのバンドブームが来るまで30歳。エカテンに出る日に離婚届を出したんですよ。なんでそんなめでたい日に離婚したんですか？89年10月14日、忘れもしません。運命が変わったんです。なんとなく僕、社会人でちゃんと仕事もしてたから、最初の奥さんもちゃんと働いバンドは趣味でやってると思ったんですよ、うんうん、でも本気だったんだって、うんうん、本気でバンドで食おうとしてるかもしれないってなった時に、私はついていけませんみたいな。この歌舞伎ロックスは俺は絶対売れるから、ついてきてくれんなら俺は絶対に幸せにするって言ったんだけど、やっぱりダメでしたね。離婚届を出してイカテに出るんです。で優勝して、やっぱ運命変わった日って覚えてるんですね。すごいですね。離婚っていうちょっと人生のどん底に近いようなことと、そのテレビ出てバーっていきなり売れるっていう人が同じ日に起こるもんなんですね。意外と僕の人生は割とそんなのが多いです。あ、嫌なことといいことが同時に起こる。同時に起こるんで、プラマイゼロになっちゃう。なるほどね、うん。2回目の結婚は何でしたんですか？ 2 回目の結婚は、あれこのままもう還暦だ、はは、老後どうするんだろうって言って、
なんとなくって言ったら失礼なんですよね。なんかタイミングですよね。うん、別に同棲してたわけじゃないんですけど、たまたま横にいたっていう。相手何歳ですか？10歳下です。あ、じゃあ50、うんうん、当時49歳でした。まあでも全然自然なね、はい、範囲で、うん、あんま無理しちゃいけないなって、やっぱその子もすげえ年下の女の子とか結婚したらしんどいじゃないですか。まあね。じゃあ今はじゃあ一緒に暮らしてて。今はそうですね、もうだからあと1回ぐらい何かがビッグウェーブが来るのか、来てもいいし来なくてもいいっていう。へえ。ちなみにこの30年ぐらい、そのイカ天から以降のバンドムーブ、ブームみたいなの以降、うん、自分的にはどれがビッグウェーブでした？ほぼないんじゃない。あの、多分本当の一発屋なんですかね。でも一発屋ってなんか俺バカにしてる言い方だけど、俺はすごいと思ってて、会社でもそうだよ、うんうんうん、一発当てたものをずっと大切に作ってるんじゃない、お菓子とか、うんうんうん、それだと思って、これを大事にのれんのようにずっとやっていこうっていうのが、うん、30過ぎたから思えたんじゃないですか。だから若いバンドってすぐ次なんか新しく、ね、新しく次やらなきゃダメだみたいな当時みんな言ってたけど、そうそう人生何回もチャンス来ないんじゃないかなって思っちゃいました。したんですね。そうですね。30までもやっぱりデビューするまでもやっぱ15で東京一人出てきて、なかなかオーディション受かんなかったし、うん、このチャンスは絶対にものにしようと思ってさ、うん、思ってましたね、はい。ちなみにそのなんで外録チャンネル出たいと思ってくれたんですか？外録チャンネルは、うん、美容師のあの女の方がシリーズ化してるから、なんかたまたま見たらすげえハマっちゃってずっと全部見たんですよ。あの40何万みたいな、すっごい面白かった。でファンになって、うん、でなんか見たらなんかこのすごいなんかお願い動画みたいなのいきなり来て、チケットトークショーのチケット13枚しか売れてません、助けてくださいってなんかこうすごいあのどぼろ広がって子犬みたいな顔してるから、おうおうおう、これは行って助けてあげようと思って来てくれましたもん、それで、ね、それで行ったんですよ、うんうん、ですげえやっぱ人間的に悲しそうな顔してたんですよね。おうおう、だって50万人だったらすぎて13万、まあ、横浜っていう立地もありますけど、うん、13万ですからね。それはだから意外とあそうなんだって思ったし、おうおう、それを正直に言うんだっていうのもすごいなと思ったし、いやだってもう別にそんなね、あの隠してもしょうがないじゃないですか。でもあれで行ったらみんな並んでたから、あ、世の中捨てたもんじゃないって思いました。それで興味持ってくれたってことなんですね。はい。それで出た、なんか喋りたかったこととかあるんですか？ちょっとごめんなさい、歴史が長すぎて、はい、あのどこをどうピックアップしたらいいのかなみたいな。あ、だから今日伝えたいかったのはやっぱバンドブームがあの時代の中でどんなものだったかっていう、ね、あ、なんかメモ書いてくれてるんですか？いやあんまり喋ってないかなと、何か、いや多分、いやなんか自分の人生語らなきゃいけないから、読めないといいって。だからあのあんまり、だからなんていうの、世の中は一発当たれば大成功と思って生きた方がいいってことです。ああ、だからそれをね、うんうんうん、一発売れたから33年こうやって食べていけてるわけですから、芸能で。そうですよね、うん、すごいですね。だからその僕はだからそれで言うと氏神一番さんを、うん、なんかそんなにテレビで見た記憶がないんですよ、うん、34歳だからっていうのもあるかもしれないですけど、そんなに出てないですけどね。でもそれだけどファンの支えもあって、うん、ライブ活動とかで食いついたってことですもんね。そうですね、まあサブカルシーンっていうのがあって、うん、そのシーンでは宝島っていう雑誌出たら神のように慕ってくれてる今の騎士団の団長さんとか、ほうほう、みんなそれをだから敬ってくれるからいい、嬉しい。へえ、そうか、そういう面々がね。サブカルってもう宝島に全てあったから。へえ、宝島っていう雑誌。ちなみに今62歳、はい、じゃないですか。こっからの、はい、なんか目標とかやりたいこととかあるんですか？今ね、オンラインサロンやってるんですよ。そうそう、オンラインサロン氏神学校って言って、ほうほう、学びの学校の校は交差点の校、交わるね、交わる、気変がない。だから
学びを皆さんで交換しましょうみたいな学校を始めました。それはだからもうだから抑制ですね。みんな、いや、なんかこう教えてあげたいみたいになっちゃって、うんうんうん、なんかやっぱ若い人って無茶しちゃうし、ほうほう、突っ込んでいっちゃうから、もうちょい待てとか、うんうんうん、今行くとこだとか、うん、あとだから曲もあんまり売れないので、うん、なんだろうな、でもライブとかはやっていたいですよね。なんかライブはなくなると寂しいじゃないですか、うん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 、イカ天みたいな番組もう一回できるかどうか分かんないけど、なんか司会とかやってみたいですね。 MC、 白塗り初の MC になりたいです。おー、なるほどね。だから多分ネット YouTube で番組ができてくるんじゃないかと思って、そういう多分テレ、うん、地上波では無理なんで、そうね、うん、ネットでイカ天みたいな、うん、コアな人を集めて、おうおう、バンドだけじゃなくて変な人が、おうおう、サブカルの人が毎週10組出て、おうおう、チャンピオンを決めるみたいな、それ面白いんかなと。それでなんかそこに司会して、司会したいし、おうおうおう、アシスタントはどれだ、パイパイで考えんな、あ、そうなの、あの子はすごく来てる、有吉反省会でも、私なんかライブも来てる、おうおう、いまいち出てこないない子ってあるじゃんか、おうおう、メジャーなシーン、おうおう、そういう人を出してあげたいっていうか、自分も頑張りますけど、ただ今経営者とそのアーティストがなんか結びつけるみたいなものをやったりしてるんですね、オフ会みたいな、ほうほうほう、でウィンウィンじゃないですか、両方が、あ、お金持ってて、うん、作品作って、なんかとアーティストがお金ないからこういうのやりたいっていうプレゼンして、そういうのをなんか逆にネットみたいなんでできたらいいなとは思うんですけどね。もう最近はそういう金銭トラブルはないんですか、さっき言った1億合計飛ばし取られちゃったみたいな。もう人にお金を貸さないことにしました。貸したら返ってこないんだっていうのをようやく気づきました。なるほどね。貸したことあります？いや、貸してますよ、しげさん。しげさんのも面白いね、うん、あの人もすごいな、まあまあ、もうすごいですよね、この幅の広さ。あ、まあまあ、皆さん来ていただいて、うん、取材したいと思った人たちを取材するってだけなんです、うん、そう。だから僕は本当ね、インタビューされるよりする方が好きなんで。あ、そうなんですか。インタビュー本とか出してるんですよ、プロレスラーの人とか。あ、そんなこともしてるんですね、うん、はい、へ、それを見て吉田剛はプロインタビュアーになったって俺が言ったら、そんなことはないって言ってました。ああ、そういうことか。吉田剛さんが氏神ウォッチャーなんで、すごくなんかすぐにディスってきますけど。あ、そうなんですね。友達です。はい、なるほどね。1円拾って電車の中で1円拾った、誰かが書いたらそれを広げちゃう人です。なるほどね。でもやっぱそういう人がいて、だから運ってすごいあるなと思ってるんですよ、この世界は。ほうほうほう。実力以上に運の世界じゃないですか。伊丹スクーマ何をやりたいですか。このままずっとこれでいきますか。あ、でもだからこういうこれも基盤にやりながら、まあ、今度ね、映像を使ったライブとかやりますから、まあ、そういう自分がやりたいなと思ったことをこの自己資金でやって、なるほど、お客さんを集めるっていうのが、どんどん規模がでかくなっていったら楽しいだろうなと思ってるっていうのが今ですかね、うん、ぜひ呼んでください。あ、でもまだ呼ばない、うん、まだ呼ばないです。いやいや、やる時。いや、違う、本当に知らなくて、全然、自画道場さんの、はい、一回ちょっとお断りしたじゃないですかね。その僕知らなすぎて、だから失礼に当たっちゃうと思いますよっていう。そうそう、それで、リメイク撮って、素顔で出てくれませんみたいで、俺が今度、1ヶ月くらい放置したじゃないですか。ちょっと悩んで。ああ、そうです、ね、それちょっと俺、ちょっとそれも怖かったんで、そう、殻を破れるかなっていうのが、やっぱ、ずっと仮面かぶって生きてきたんで、覆面レスラーだったんで、ほうほう、でももう60過ぎだからいいかなって、30周年で OK して。あのメイクどんぐらい時間かかるんですか？いや、最初は1時間半ぐらいかかってましたけど、今は40分ぐらいですね。あ、40分かかるんですね。全部ね。撮るのには撮るのは早いですよ、10分ぐらい。あ、そんな早く撮れるんですか？はい、そこままなるほどね。ごめんなさい、そうそうそう、氏神、知らなくて、
氏神市場っていうワードは聞いたことあったから、きっとコアなファンの人がいるんだろうなと思って、でそういう人がまた怒るんですよ、僕は知らないとなんか失礼だろうみたいな感じで、生まれた前にブレイクした出来事知らないじゃないですかね、昭和のスターとかね、そうそう、だから知らないから、でもとはいえ別にそんなそこの昔の映像をこう YouTube とか探し回って調べてインタビューするのもちょっと違うかなと思って、うん、そうなっても大丈夫ですかって言ったらいいって言ってくれたから、あ、いいんだと思って、うん、そしたらちょうどその時を同じくして吉田豪さんからなんか氏神一番さんどうですかって言われて、あ、本当、あ、いや、どうですかって言われて全く知らなくて、それで失礼になったりしないですかねって言って、いや、それでいいと思いますよ、あ、それでいいんだと思って、ゴーちゃん、たけれたけれたけれ心は殺すことはあるそう、いや、ゴーちゃんそんな人ですから、そう、ポンコツだからそれでいいと思いますみたいな感じで、あ、そうなんですかみたいな、ポンコツのとこ今日出したくなかったけど、ポンコツです、そうなんですか、まあ、そうだから1億も渡しちゃうんですもんね、そうそう、人がいいんでしょうね、そうなんです、だからすぐ帰ってこうやって帰って、あ、何やってるか、何なんですかこの、え、何が、いやいや、今日しゃべること書いてるんで見ないで、みんな恥ずかしい、そうなんですか、うん、だからサブカル、これ関係ない、領収書の関係ない、これそんな見なくていい、これ関係ない、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 そうだ、うん、だからそうそう、でもデビューは本当は15の時に高校サッカーの歌っていうのをタッ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 それはなんかテレビ番組かなんかで、ね、高校サッカーの歌っていう日本テレビが毎年高校サッカーやってるじゃないですか、うん、それをなんで氏神さんが歌うことなんですか、ソロバーズ、日本テレビ音楽学院にいたからです、え、ソロ、いや、バーズっていう、だから男10人女20人の30人編成の合唱ってことですか、スクールメイツみたいなのです、ああ、そういうことか、そう、うん、お江戸よりそっちをみんなサッカーやってる北田だったらみんなそっちすごいって言うんで、忘れてたんですよ、もう、まあ、ね、15だから、でもそれは確かに別に自分で作った曲でもないですね、自分で作ったことないけど、実はそれでもデビュー曲なんですよ、なるほどね、うん、でも、うん、お江戸でしたっけ、はい、TOKIO の替え歌ですよね、替え歌っていうかカバーね、あー、この辺がちょっと見えがあるんですよ、あ、そうなんですね、うん、カバーソングと替え歌はどっちがですかその後ろの音もこだわって作ってるよってことですか、いや、まあ、そうですね、そうですね、だからそうそう、替え歌っていうのはなんか、オケは一緒でなんか、歌が違うだけだけど、全部アレンジとか全部変えてるから、あ、そうか、バンドアレンジ。あ、そこはね、うん、そこはだからちょっとカモン達夫さんとかとは一線を画したいってことなんですか、まあ、そうですね、カモンさん先輩なんだけど、大阪の高校。あ、そうですか。うん。ちなみに芸能人とかと付き合ったことあるんですか、芸能人は何人あるんですか、変わりますけど、まず若い頃フライデーされたのは、さんとか、へー、あとピアニストの方、ね、ピアニストの方なんで、やっぱ名前言うと今悪いですけど、あ、ピーします、ピー、さんです、おー、ちょっと世代が違う、多分世代が違うな、ごめんな、あ、でもさん分かりましたさんと同じ女性抱いてるんですよ、じゃあやめろ、それはやめてくれ、さんとじゃあ穴兄弟なんですねなんでそういうの好きだね、いや、そう考えるとすげえなと思って、でもまあ、いや、そうですね、はい、他にもいるんですか、穴兄弟、いや、穴兄弟って誰かいや、あんまりないですよ、でもそんなんだから、もうフライデーとかで、そう、売名とか書かれました、いっぱい、その時、ああ、そっか、特にそのバイトとかはせずに今まで来れたんですか、ずっと、もうデビューしてから一切バイトしてないです、でもすごいっすね、そう考えるとね、そうですね、ただ氏神一番で来る仕事は全部やりました、へー、どんな仕事来たんですか、普通の氏神一番でバイトみたいな仕事、開店記念の開店記念のお店でオープンで歌ってみるとか、あと大江戸線の前で大江戸歌ってみるとか、開通した時とか、大江戸温泉でライブやってとか、まあ、そういうイベントですよ、あ、じゃあ営業チックなのね、うん、すごいですよ、30年間芸能だけで食ってくるってなかなかです、大変ですもんね、そうですね、ただバイトやっちゃったらなんかもう終わっちゃうような気がしたんだよね、
あ、そうですか、うん、あの下積み長すぎたから。あ、そうか。結構バンドマンですぐバイト戻るんですよ、うんうん、上のになったら、はあ、うん、でもそれが普通ですよ。だってもう稼げなかったらまあじゃあ普通に働くかってのが普通の考えじゃないですか。そうですね。だからあの格好しててよかったなとは思います。あ、そうか、呼びやすいってことですね、うん、そうですね。ガチャピンムックみたいなもんじゃないですか。あ、そっか、それでね、うん、ガチャピンムック氏神一番みたいな感じの呼ばれ方っていう、うん、そうそう。だから本人いて仕事できなかったことありますよ。マネージャーが衣装とメイク動画する本人来てて仕事できないタレントいるのみたいな。そんなことになるんですね。やっぱそれで呼ばれてるわけだから。でこの姿でどうも内側一番ですって出てくるわけいかないですもん。そう、期待させてる子がさ、かわいそうじゃん。まあね、どんな人がファンなんですか。女性ですかやっぱり。いや、やっぱね、今はもう男性ファンが多いですね。あ、そうなんですか。やっぱ中学の時にファンになった子が今44、45歳になって、うん、なんかプロデューサーとかになってるんですよ、フジテレビ。あのテレアその人たちが呼んでくれてるんですよ。ロンドンハーツとか、はあ、あの柿の使いとか、うんうん、ファンのプロデューサーが呼んでる。あ、そういう。中学時代もうイカ天大好きだった人たち、ね、そっか、そういう立ち位置なんですね、うん、そのイカ天っていう番組が、うん、やっぱ熱狂したその一種のムーブメントじゃないですか。だからそれを知らないじゃないですか、うん、だからその熱で来られるんですよ、イカ天の、うんうん、だからでも名前こっちからするとめちゃくちゃダサい番組じゃないですか、うん、なんか それあ、イカ天が、そうそう、ダサいじゃないですか、ちょっと聞いた感じ。それそんな押されても分かんないしなと思っていや、だからなんていうの、すごく暑かった2、3年があったわけじゃないですか。僕らにとっては朝やんですよね、きっとね。あ、そうだね。モーニング娘。出た頃の朝やんぐらいすごかったってことですよね。イカ天の前がまあなんか、まあ、漫才ブームがあって10年ごとにあるんだけど、それはバンドブームがあって、多分ああいう朝やんブームがあってなんかあるじゃん、ブームが。サブカルが2、3年。だそういう人からしとったら、あの、なんだよってなるじゃん。その人知らねえのかよ。俺の神だぞ、みたいな。その神だったんですね。その神だったんですね。なるほどね、うん。すいません、そんな人にメイクしてくださいって言って。とんでもないです。いやいや、あの、俺はあの、ファンですから。あ、そうなんですね、うん。これからも見続けたいし、あの、外録チャンネルを応援していきたいです。ありがとうございます。はい。これだから歴史に残るかもしれない。また明日から俺メイクしていいタイプだから。あ、そうなんだ、うん、一瞬だけ今外録じゃなかったら撮ってないですね。だから三谷さんじゃなければ撮ったんですから。あ、そういうふうに言ってくれたら嬉しいですけどね。いやいや、だってそんなさっきで、やっぱ俺ずっと最終的にバンドマンでいたいんで、ファンが一人しかいなくてもやってると思います。なるほどね、うん、お金じゃないんだよ。まあそれはいいっすね、うん、てかしかも俺60以降でもそんなことができるって幸せですよね、普通に。そうですね。だからその環境を作れている自分に感謝ですかね。まあ、それも周りもやっぱ含めてね、スタッフも。うん。普通できなくなっちゃうじゃないですか。うん。言っても普通にただの余生ですからね。そうですか。いやいや、やっぱ俺らの頃、やっぱ、まあ上は上がじゃない、矢沢永吉さんとか72歳でバリバリやってますから、やっぱ立ってたいですよね、70過ぎて。うん。まあ場所はちっちゃくてもいいんですけど。いやいや、いいと思います。うん。ありがとうございます。はい。なんでこの赤いコートなんですか今日。え、あ、これね、あの、内田裕也さんの、あの、遺品なんですよ。ずっと25年間、ニューイヤーロックフェス出てて。内田さんがやってるフェス、はい、はい。あ、そうなんだ。はい、へぇー。そうか、だからちょっとなんか年季入ってるというか。そのまま洗わずに使ってる。へぇー、まあそうか、洗えないっすね、それはね。そうですね。匂いがついてますか。内田裕也さんの。はい。へぇー。すごいな。え、ちなみに、はい、ここからどこに帰るんですか。ここから埼玉です。あ、今埼玉に住んでるんですね。埼玉に家が建てて、あの、結婚して。え、てか、埼玉、結婚してから家建てたってことは、58とか9で建てたってこと。それ、まあ、それ、まあ、だから一瞬頑張ったんですよ。すごくないですか、普通。バンドだけじゃないですよ、だから。あ、そうか、営業とかね。営業とか。いくらですか、家。埼玉で。そんな、だから本当は大江戸に建てたかったんだけど、はい、大江戸建てたから、うん、高いんで。埼玉でいくらぐらいですか。1000万。おお、え、ローン組まずに。僕のローン組めないんで。あ、そっか、そうですね。奥さんが何年組んだんですか。そうね、20年ぐらい。20年ローン。あ、
大変ですね。なかなか、でもまあまあ、でもまあ人生100年って言いますからね、最近はね。最後に1個お願い、もしよかったら、はい、三谷さん、はい、お絵で歌ってください。あー簡単です。検索してみますね。でコードが載ってなかったらコードではちょっと送ったんですか。簡単な、簡単ですか。俺大体すげえ歌はうまいし、うん、やりましょう。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。その